はい、ということで、前回のエンディングがね、あまりにもまあだらけで不評だったんで、今回はちゃんとやります。今回もまあまあやりますけどね、最後まで。前回はまだ下の方で説教されちゃいました。魔界みたいな。はい、まあ、常にこれ魔界からの放送なんで、すいません。はい、まあでもちょっと最後真面目にやりますけど、まあ、偽装欲問題、いろいろ取り扱ってきましたが、はい、なんでね、今回我々はこんなに偽装欲注目してるか。戦前これでやられてるっていうことなんですよ。そうなんですよね。一回同じで食らってるんで、絶対今回食らっちゃダメだよということなんです。まあ、そこは全てですね、歴史に学ぼうっていう話をしてるんですよ。歴史と伝統をね、大事にしようっていう立場から偽装欲的なことはダメだと、それ昔やったじゃんと。それ昔やって、日本はものすごいそのね、道間違えましたよね。だからやってほしくない。だから彼らのそのロジックでもこうやってこう、茶化してバカにして、いかにこうバカっぽいかっていうお話をね、してるんですよね。はい。どうですか？いや本当ね、せっかく、まあ、今年はジェットコースターみたいな年で、うん、まあ、安倍さんが総裁選に勝って衆議院総選挙勝ったまでは向こうもワンはめたなみたいなのがありましたけど、はい、向こうの計算違いは金融緩和白川討伐で、うん、アベノミクスがうまくいき始め、はい、そして日銀人事でこっちが勝ったと、うん、で参議院選挙までは一直線に行ったら最後増税ですと。ああそうですね。来年これどうなるんでしょうね。どうしましょう。いや来年ね、一応その経験良くなるか悪くなるかで、はい、いろいろこう、まあ、取材なんかも受けるんですけど、一応、また一応って言い方はどうかわからないですけど、うち私は良くなるという方にかけています。それはやっぱりあの金融政策の方があの財政政策の大きなインパクトを持っているんです。日本のような国で、ね、日本は変動相場制の国で、なのでその、まあ、大きなインパクトを持っている金融政策をうまくやれば増税のマイナスを乗り切れるかもしれない、うん、あともう一個ね、一応大盤振る舞いで補正予算と、まあ、景気対策やるので、まあ、多少はつなげます。やらないよりはマシなんで、うん、だそれをやってる間に金融緩和の効果がもっと出てくる。だってそれこそ敵がどう設計しているかを読んでいくと、はい、まあ、やつらの理想シナリオとしては、はい、あの4月に、まあ、絶対安倍さんに安倍増税をやってもらって、はい、レッテル貼りをして、はい、で景気対策が、まあ、なかなか効いているうちに、はい、やっぱりあれクレームが言っていた増税で景気腰折れなんて嘘じゃないかっていうふうに広めといて、はい、で10月にもう一回安倍増税で 10% 決めちゃう、はい、あとは、まあ、安倍晋三なんていらないでもいいというのが、まあ、彼らの理想シナリオ。栗山死んでもいいわ、向こうね、滋賀でもかけてないと思いますね。ミスティラみたいなことですね、木下様に比べて大暴走ですよね。ところが財務省系のエコノミストの記事見てると、はい、実は4月に増税しちゃうと景気腰折れするんじゃないか、このシナリオ来るんじゃないかと言ってますね。あだったら最初からやれないわけですよね。必死になってたからやっぱり財政出すしかないですよね。短期的にはまあ財政でつなぐしかないんじゃない、うん、あの下乗せする効果ぐらいはいい。ただ、まあ、こっちから持ってきたのもこっちに返すだけなんで、基本的には、ね、まあ、どんなやつはプラマイゼロですか。まあそうですね、まあ、やってもプラマイゼロかな。あの乗数効果があんまり効かないっていうね、あの、まあ、話があって、あの1990年くらい、まあ、80年代くらいかな、うん、あの昔はね、あの1兆円使うと3年間の効果が11兆とか12兆とか出たんですよ。ところが今1兆円使っても1年間で1しか効果ないんで、1がぐるぐる回ってるだけみたいな感じになっちゃうんですよね。それはなんかやっぱりあの日本のインフラっていうのはそこそこもう整備されてきて、でその公共事業っていうのはだんだんちょっとこう高度化してるんですよね。あの一回もうすでに通してあるトンネルをこう補修しながら、通行も確保しながら補修するのが難しいじゃん。なんで昔はそうやってこう、あの失業者とかを、はい、じゃあ穴掘ってとかやって穴掘ってできるようなこう仕事いっぱいあったんですけど、もういい加減これだけね、あの交通網も整備されるとなかなかそういう仕事もないということなんで、まあ、あの有給資産という意味で言うと、その失業率、失業者っていうのは有給資産、有給資産を活用するためのこう仕事が今じゃなくなっているというものなんですよね。むしろ運送とか、まあ、外食産業とかサービス業のそういうニーズがあるので、あんまり公共事業でそこのこう需要を奪わない方がいいっていう議論もあります。いや仙台なんか、まあ、被災地中心に見ていくと、はい、結局人が足りてないじゃないですか、はいはい、で重機なんかも足りてないわけですよ、はいはい、そんなところの財政ぶっ込んだって結局値段が上がっちゃうんですよ。同じ仕事しかできないっていう、はいはい、だからあの帰還しようと思って家建て直したり直そうと思ってる人が、あの全然その職人が帰還なくて、うん、そのね、帰れないわけです。そうですね。で頼むのもすごい高かったりとかね、うん、これは国がちょっとその民間いじめてるのがあるんですよ。で、あの飯田康之先生が確かブログに書いてたんですけど、はい、公共事業を1やると、ね、民間の需要をその、やったやつの3分の1ぐらい奪っちゃうらしい。あで結局だからその常に民需と官需がこう同じパイを奪い合ってるのが公共事業で、リソースはそんな簡単に増えないらしいんですよ。なのでやっぱりちょっとそのクラウディングアウトというんですかね、そういうね、あの官需が民需を奪ってしまうと、まあ、そういう問題は常に直面している。では公共事業やるのと言いませんけど、はい、真正面から防衛費増額やっちゃいけないですか。でもその方がいいですよ。増額もそうですよね、うん、だからあの、まあ、人件費とか自衛隊なんて、も
もう失業対策にもなるし、ね、防衛力も強化にもなるし、枠を広げるんですよね。そうそうそう、あので田中秀富先生なんかはあの期間限定の自衛官で、昔3年とか5年とか任期の自衛官がいたんで、ああいうのを採用して、でそういう人たちを、まあ、きちんと、まあ、そこで、ね、あの日本のためにトレーニングして、しかもその再就職と、ね、地雷なんか通じてあのきちんとやっていけばいいんじゃないかみたいな話をしてたんですよ。そうですね、まあ、自衛隊入れば取れない資格はないって言われますもんね。あ、そうですね、まあ、大型特殊からなるからね、全部いける。だからあのはっきり言っては、まあ、自衛隊に権限がないんで、はい、あのせっかくあのデフレで公務員になりたくて来てる人を断ってたんですよね。ああ、そうですね。だから そこで成績でどうしても採取したいんだったら、うん、その任期付き自衛官と、まあ、そのまま終身雇用と、はいはい、両方分けるとかいろんな手ありますし、はいはい、そうですね、究極はっきり言って全員受け入れて問題ない組織ですよね。だって定員に達したことない地域ですよね。そうなんですよ。そうですよね、うん、今の防衛費の金額も先進国標準からすると半額ぐらいなんですよ、日本防衛費って、うん、GDP 比 2% が先進国標準、まあ、そうですね、平地標準、平地標準、ああ平地標準、あ平地標準、だからユースの時はもうちょっとやっちゃう、平地で 2% だね、平地が 2% が基本ですね。平地で 1% いってないですか、ね、あ今言ってんだっけ、2.1 絶対超えないように、あもうどんどんこれを防衛費に入れるか入れないかみたいなのを財務省みたいな、どうでもいいものを防衛費に入れて、あやっぱり発想とか、あ、うん、まあそうですよね。だからそういう、まあ、あのいろんなこう手段があって、まあ、少しずつ試しながらいろいろやっていけばいいわけですが、うん、何かこう理想があってそれに近づけようって人はそういうふうに考えないのが問題なんですよ、うん。防衛費 1% 枠の話も今回の特定秘密法と一緒で、はい、1% なんて超えたって敵にとったら痛くも痒くもないですね、うん、2% が防衛ラインだと、はい、で 1.1% で勝ち 0.9% で負けみたいなことを必死になってあの右の9割と左の9割が戦いが起きるんです、はい、でも右も左も黒幕は同じ人で、はい、でへへへ絶対負けないぜってなるわけですよ。特定秘密法は一緒ですよね、全く同じですね、うん、はい、ザラ法なのにそこで攻めてあって正当まで作っちゃうやつなんですね。もうみんなそういう機械主義者が利用しちゃってね、もう最悪の展開ですね、まあ、そういうのを見抜いていかなきゃいけないかなということですね。そうですね、まあ、でもそういうのを見抜いていくにはね、なかなかやっぱりね、今マスコミ報道だけ追ってても難しいんで、情報リテラシー身につけなきゃいけない、情報リテラシー身につけるのはどこかでしょうね。それはクライマチックだよ、まあ、クライマチックで身につけていただくのが一番いいかな。やっとジョネラジらしく、いや全然今回真面目すぎてどうしようかと思って、いつも真面目じゃないですか。あのはっちゃけすぎとか言われるんですか。いや、まあ、たまにはこういうのもいいかなと。まあ、クライアント塾でね、いろいろ磨いていただくのが、ね、月々1000円の大きな価値だってね。そうですよね。いや、コンテンツだらけですからね。はい、うん、毎週月曜日、挑戦状を届きますから、はい、クライアント塾で。今、クライアント塾では、あのクライアント塾憲法試案というのを作ってますので、そうですね。今、第3条まで、まあ、収録時行ってます、はい。あ、そう、あの、外交史の問題ってずっとやってたんですけど、あの憲法の問題変わったんですよ。はい、外交史の問題はもういいやみたいな。もうみんなが知らないマニアックな問題、いくらでも出せるんですけど。もうちょっと本丸ということで、毎週あの月曜日にその、まあ、問題が出されて、みんなでコメント欄で、まあ、回答を、ね、入れるんです。まあ、かなり高度な議論、まあ、保守系のどこの議論もないような真面目な、真の日本国の次の憲法案を、まあ、帝国憲法の次の憲法案ですね。そうですね。を作る議論をしてるんですけど、はい、あの敷居が高いという説があるんですが、はい、全然そのことは初心者のコーナーもありますんで、はい、そうですね。いろはのいいとかあります。まあ、見てるだけでも全然、論戦でも全く問題ないので、そうですね。はい。で、なんと、その今ですね、クライマジックに入会すると、この間ですね、ヤヤスブックセンターであの講演したんですよ、嘘だらけの日韓記念。そうですね。そのオーディオブックがタダでもらえるという。すごいですね。すごいですね。大盤振る舞いですね。大盤振る舞いです。これ一応仮登録の人も買えるんですけど、買うと3000円なんですが、入会した人は入会特典でタダで差し上げます。今だけ。今だけ。年内。年内。今でしょ。今でしょ。みたいなことでね。はい。まあそういうことでやってますので、はい。はい、もう最後はまで。まで締めるというところで。いやでもジョーンさん、今日はやってみてですね、はい、私もう真面目にやりすぎたと自己反省してるんですが、いやこんな調子で私がずっと真面目に暮らしていそうだった、はい、チャンネルクララをやり続けるとどうなるのかと不安になるんですか。いやどうなんでしょうね、やっぱ真面目なのみんなつまんないですよ、離れてくるんですよ。そうなんですし、それと今まであまりにもふざけすぎてたんで真面目なのが戻ってくるかもしれませんね。いや本当ね、確かに常にトレンドオフですから。そうなんですよ、はい、あの増税決まって私はいやいや無理やりお茶だけキャラをやってたんですからね。演技ですからね、あれは全然。私が常に、ね、楽しんでたんじゃないんですよと。そうだ、苦しんでる。苦しみながら、必死になってお茶だけキャラ演じてたんですいや、ちなみに真面目な話、あの、はい、第1回ジョネラ収録の時は、はい、伊藤愛ちゃんと育てたんです、はい、で、収録終わった後、真面目な話したらですね、はい、別人ですねって言われて、これ本当の話。はい、まあ、そうやって抑えに抑えに来た、この
まあ、倉山充ですが、はい、来年はどうなんでしょうね。そうですね、暗い時代にならないようにね、また明るく盛り上げようと言ってチャンネルクルア始めたの。私がこんな真面目になっていいのか悩みながら、まあ、まあ来年でもね、このジョネラジもまたさらにパワーアップしてくる予定で、はい、まあ、大喜利、あの歌専門の大喜利、誰が歌うんですか。ラップ芝居の天国の歌の妹みたいな、そういう感じ、いろいろ、なんかこう、踊りで表現するとか、いろいろ、やってみたいな、ね、ちょっと思ってますので、またぜひですね、来月の放送、楽しみにしていただければというふうに思います。ということで、ジョネラジカッコ各、今月の放送、これで終了したいと思います。ご覧いただきまして、ありがとうございました。また来月、良いお年を。